アジアゴールデンキャットは中型の猫科の一種である。別名テミンクネコ。体長73から100センチメートル。お腹43から56センチメートル。体重12から16キログラム。飼育下では約20年生きるが、野生の個体の平均寿命はさらに短いと思われる。学名は動物学者のコンラートヤコブテミンクにちなんで付けられた。以前は、 アフリカゴールデンキャット族や猫族に分類されていた。砂鳥猫とアジアゴールデンキャットの頭蓋骨のスケッチ体色は単色型と反紋型に分けられる。単色型の多くは狐のような栗色をしているが黒や灰色をした個体も見つかっている。また体の下側は顎から尾の先まで白色で普通胸や獅子の内側に島状の斑点がある。 たまに体の上の方にも、かすかに反転のある個体もいる。反紋型は中国に生息しており、灰色地に、オセロットや、ベンガルヤマネコのような、美しい黒色の反紋がある。この反紋は劣性形質であり、単色型と反紋型を交配すると、子供は単色型になる。耳は丸くて小さく、背面は黒っぽい。鼻鏡は、茶色みを帯びた桃色で、 交際は炭鉱色。中国南部、インド、ネパールからスマトラ島にかけて分布。落葉樹林や熱帯の上緑樹林、熱帯雨林に生息するが、時折明けた場所でも見られる。また、ヒマラヤのような標高3000メートルを超える高地でも、生息が確認されることがある。正確なアジアゴールデンキャットの生息数は分かって、 いないが、多くの生息域でその数を減らしている。アジアゴールデンキャットは毛皮を取るため捉らえられたり、また、中国ではその骨を薬にするため捉らえられたりする。しかしこの種の生息数に最も多大な影響を及ぼしているのは、開発による生息域の破壊である。アジアゴールデンキャットは、飼育が難しいため動物園でもあまり見かけない。野生の個体を見つけるのは困難であり、 詳しい生態は分かっていない。よって今分かっていることのほとんどは飼育下での生態である。以前は夜行性だと思われていたが、最新の研究では不規則な生活だと言われている。木に登ることもできるが、主に地上で生活し、狩りも地上で行う。狩りの方法はこっそり近づいて一気に飛びかかるという、他の猫科の動物にもよく見られるようなものである。 主な獲物は、ヤケイヤキジなどの鳥類、トカゲ類、中から大型のゲ、ハ類、ジャコウジカやホッグジカなどの小型のシカ類である。食事における、順応性はいくらかあるようであり、猫科の動物では、珍しい死肉スなどりを行ったという報告もある。また飼育科において、大型の鳥類を食べる前に、その羽を引き抜く様が観察されている。 稀に人間の住むすぐそばで狩りを行ったり、家畜を襲うこともある。狩りは、つがいで行われることもあるが、これも他の猫科の動物にはあまり見られないことである。野生の個体の繁殖修正はまだよくわかっていない。妊娠期間は95日ほどで、山猫類としては長い。一度の出産で一匹しか産まないことが多いが、2、3匹産むこともある。出産は、 木の中の空洞、岩の裂け目、窪地などのできるだけ周りを遮られた安全な場所で行う。生まれたばかりの子の体重はおよそ2 5 0ム目は6から12日後に開く。子育てには、オスが積極的に参加し、時には遊び相手になってやることもある。子供の体重は、生後3週間で倍の5 0 0ムに成長し、 6週間で 750g、3ヶ月で1.5から 2kg になる。そして、生後18から24ヶ月ほどで、成獣になる。現在3アシュが知られている。ありがとうございます。